はいどうも、小魚です。今回の動画はワンピースの大特集祭でゲットできる偉大なる航路チケットガチャ引いていこうと思います。で、こんな感じでジャンプチの動画とか、あとはドッカンバトルの動画上げてるので、気になってやっていう方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速偉大なる航路チケットガチャ引いていくんですけど、今のところ10連5回目まで引くことができて、お波は一定確定でゲットできるっていう感じになってます。で、その上で10連3回目、7回目、10回目で星5キャラ一体確定っていうのもあるので、まだチケットを獲得する機会っていうのはあるんじゃないかなと思います。まあ、その中でルフィ、エース、白ひげ、ミホークっていう4体の起源キャラをゲットするチャンスがあるっていうのはすごいいいチケットだなと個人的には思います。ということで早速10連目から引いていきましょう。いきます。いや本当に4体の記念キャラをゲットできるかもしれないチケットって結構すごいと思うんですよね。さあ10連目いきます。まあ、あの記念確定のチケットガチャとかありますけど、まあ、それ以外でこんだけ記念キャラが出るかもしれないっていうのはありがたいですよね。ということで、まあ10連目出なかったんでどんどん行きましょう。さあ20連目いきます。次の30連目で星5キャラ1体確定ですね。まあただここでも引きたい。確定分以外でね、やっぱり引けたら嬉しいんですけど来ない。まあ大体こんなもんです。運がいい場合はね、もう本当にどんどん来るんですよね。ただやっぱり記念が出るかもしれないっていうだけで夢があるんですよ。夢見れる、それがでかい。ということで星5キャラ1体確定、30連目いきます。さあ30連目いきましょう。まあ星5キャラ1体確定っていうところでね、何が来るのか楽しみですね。さあ星5キャラ1体確定です。さあバルトロメオですね。まあまあまだ必殺レベルとか上げきれてないんで個人的には嬉しいです。ということで40連目いきましょう。さあ40連目いきます。これ多分 BGM 変わってると思うんですけど、あのちょっとボックスの整理とかしてたら、あの BGM 変わっちゃって、まあ、そのまま行こうと思うんでよろしくお願いします。さあ40連目来ない。まあラスト50連目はお波一定確定なんで、まあ確定分しか来なかったっていう感じにはなりますけど、多分本当に運がいい人はめちゃくちゃ当たると思うんですよね。なんでね、ぜひコメントとかで教えていただけたら嬉しいんですけど、まあラストいきます。さあまあここはもうお波確定なんで、さあ2体来る。さあこれ確定分のお波ですね。そしてああクロコダイル、クロコダイルか。まあ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 って感じですね。まあ、確定分だけじゃなかったっていうところで、まあ良かったのかなと。で、まあおそらくまだねゲットできる機会っていうのもあるとは思うので、
まあ、この後チケットゲットしてまた10回目まではおそらく弾けるでしょうから、それをね狙っていこうと思います。ということで今回の動画ここまでになります。まあ、途中で BGM 変わっちゃってちょっとあれでしたけど申し訳ないなと思いますけど、まあ今回の動画良かったよっていう風に思っていただけたら、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。まあ、あとはコメントでこう記念当たったよとか教えていただけたらすごい個人的にも嬉しいなと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。